るまでラージ。ガチアサリのキャンピングシェルターに絶望する毎日。そんな今日もガチアグラをやっていきましょう。腕前 X。さあ一度はパリーンしたヤグラ。もう2回目のパリーンは許されないので、冷静に、しっかりと堅実な立ち回りをしつつ、勝てる動きというものを探ってみましょう。敵の位置を把握しながら、味方の位置も把握して、味方が戻ってきている。ローラーは追いかけているわけではない。一旦乗ります？敵を誘導しましょう。まずいか。あぶねえ。そっちから来るか。はい、どうも。下がってください。お下がりください。はい、お下がりしていただいて、俺は帰る。俺は帰るよ。やめて。よし。一気に近づいてくるね。見つけたぞと言わんばかり。お、でも今ちょうどいい。上にいるのが一人だけ怖いけど。俺を見てもいいよ。あれ？見てないじゃん。はい、突破しちゃったよ。突破をしちゃった上に？なかなかいい調子じゃないこれ。おっと、ここでジェッパがやられている。要注意だ、要注意だ。お気をつけくださいってば。これは厳しいので帰りまーす。じゃあな。あばよー。さあ、これで相手は矢倉の方向からかなり意識を集中している頃だと思うので、反対側から攻めればいいと思う。そして反対側から攻めている間に、矢倉への意識がそれれば、今度はこちらが矢倉に乗って圧力をかけていく。この繰り返し。それでいいと思うよ。お、人数差より。ごめんな。ごめんな。ちょっと、俺引き寄せてるから気をつけて。はーい。あれ、いいんですか？ 3 人もこっち見ちゃっていいんですか？あれ、いいんですか？はい。すごいな。え？え？どこ行った？え、いない。俺、現実を見てた。はーい。オッケー。そして、プレッサーやめて。でも、プレッサーは今、ヤグラに夢中だから。はーい、オッケー。よし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 。乗るよ。僕乗るよ。ここいるよ。気をつけて。皆さん気をつけて。でも俺が引き寄せているから。はい、ダイナモさん。はい、ダイナモさん。さよなら。俺をさよならしないで。さよならバイバイ。俺はこちらへ逃げるよ。でも俺を追いかけている場合ではないでしょ。櫓が進んでいるのですから。櫓が進んでいるのですから。よし。降らせていくよ、雨を。ダブルで降らせていく雨を。いいよ。これで、あ、これやらかした。こんなところにいた。どうだ、ちょっと厳しいかな。これはジェッパーといえど正確性の高い N ザップに狙われればひとたまりもないというわけだ。さあ、ここから相手の反撃が来そうで非常に怖い。ではどうするか。そう、反撃の時いつもやられているから、そこがいつもの課題。味方が倒してくれているならばそれで全然問題はないが、それができない状況になっているというのはサポートが足りないというか、あとは回り込みが足りないとか、いろいろあると思います。しっかりと回り込んで、敵の嫌な位置に攻撃を繰り返していけば、おのずと勝てるはずというわけだ。奥投げて。お、味方が一人入ってますね。これは進められるチャンスでは。ここいるね。やばい、着地来る？着地かい？君は着地ですか？君は着地ボーイ、着地ボーイじゃない。いいね。俺が乗るよ。俺が乗るよ。はい。あはい。あはい。あ、ダンシング。ちょっとこれは、ちょっとこれ甘えたダンシングだったな。もう少し避けていれば、ここで生き残っていれば、ワンチャンいけたか。さて、ではここから。いつもここから。悲しい時ってならないように。そう。はい、敵は矢倉に乗って、今こそチャンスだと言わんばかり。そして俺は今マルチミサイルに狙われていて位置がバレバレです。という時は素早く下がりつつ、でも前に出ることを忘れたら、そう、大変なことになる。だが前に出すぎると逆に良くない。ん、これまずい流れ来てる。オーダーが3人行ってくれた。人数的な不利はあまりないな。ちょっとこれやばいですよね。ダイナモに狙い撃ちされた。さて、右から来るか。ちょっとなんでジェッパこっち見てんの。やめてくれ。ここだけ止まっても意味ない。だが人数的に2人ここを止めればいける。
っと待ってくれ、ラス1なんだって。あ、やめて、ブラスター、あぶね、ちょっと待って、いける、あぶねえ。マジで負けるかと思った。もうなんでこんなギリギリでギリギリの勝負してるんだよ。ああ恐ろしいねえ。この3まで進んで、ね、普通だったらああもうこれ勝ったなって思うでしょ。全然そんなこと考えられないのがこのゲームの恐ろしいところなんですよね。腕前 X はこれで負けることがザラにあるからね。ああ心臓に悪い。じゃあ今回はやられても大丈夫なスキルセットになっているので多少は突っ込んでいった方がいいかもですね。さあお次もチョウザメ造船でやってまいりましょう。この右か左かっていう極端な分かれ道になっているわけではないんですが、だいたいそのどちらからか回り込むのが上等だと思うので、結構読まれやすく相手に回り込むっていうのがうまく決まったり決まらなかったり激しいんですよ。位置は分かる。おっと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 、まずいか、待って待って待って、2人やられている。ここは一旦敵に調子に乗らせましょう。櫓と調子に乗らせる。はい来た、待って、危ねえ、ここでやられていたらマジで大変なことになってた。あーちょっとこれ最悪。これで奥田にやられんのか。位置まで把握してゼロ距離で負けるのは本当にダメな動きで、関門突破で焦ってはいけない。手に入ってきてる。でもさすがに片方に集中しすぎていれば大変なことになることは免れられないでしょう。いねえし、当たってねえし。一旦は真ん中に戻ることを期待して敵の位置を把握しましょう。おっと右から来ようというのかね。めっちゃ来てるな、来てる。なんかこれで真ん中までは戻るでしょう。待ってー、なんでジェッパーいつも俺ばっか見るの、やめてくんない。お、でも倒してくれてる、ありがとう、ありがとうんだね。はい、ヤグラブラスターというのは非常にリスキーだということをお忘れなく。え、これおかしくないか。なんか前もあったけどこの位置絶対キューブ当たらないと思うんだけどな。うわ納得できんな、なんかマジで。あれと2対1でスフィア爆発させてジェットパックやられなかったのに9番ボム当たるの。へぇ、随分と調子のいいゲームじゃなこいつだよ。しかも第1関門突破されてる。第1関門じゃねえ、第2関門に到着されている。待って、これやられる、やられてる。うん、後ろの回り込みがうまく決まってないともうそれだけできついわな。あ、終わった。終始押されっぱなしだな、今回は。いや、でもあの吸盤だけは納得できねえな。あの位置当たらなくないか、普通よ。いや、当たったとしても爆風ぐらいで直撃じゃないと思うんだけどな。いや、あれだけは納得できないな、本当に。うん、まあ切り替えていくしかないな。先ほどは若干納得のいかない吸盤にやられましたが、そんなことはさておき、もう一度こっちでやりましょう。さて味方今回右にかなり行っているので、こちらが左に行きましょうか。はい、あぶねえ、これはちょっと下手くそだなと思った動き、自分でやばいと思ったけれど抑えきれず戦ったらかろうじていきました。待って、あ、やばい、洗濯機熱い、隠れてちょっと洗濯機を遠ざけたい。爆風で弾かれるのやめて。はい、近づいてくる。待って、まずいこれ、あ、待って、生き残っている、歩いていく。お、ナイス、いいね今の。これで櫓を狙わせたい。ソレイラが見ている。でも大丈夫、スフィア、はい隠れるよ。スフィアの爆風が
非常に脆くて悲しい思いをしているのはもう重々承知しているから。おえー、なんだ今のは。ちょっとかなり自分を表現したプレイングでしたね、あれは。9番、この位置当たる。この位置当たる。え、もうスフィアに当たってないのに当たった判定するのやめてほしいな。なんかスフィアだけなんかスペシャルの、なんかでも最弱と言わんばかりにひどいやられ方しまくってるんだ。はい、この位置でお待ちいただいて、2発だけ当てて、冷静に慣れてない。また奥田にやられてんのか。さあ、これは負けのありえるカウントっていうか、ノックアウト以外はもう負けありえると考えた方がいいですから。さて、壁塗りが重要、味方の機動力を確保することは重要。ボムで同じように味方と同じように動いていると動きが読まれやすく大変な目に遭う可能性が高いですよね。もうちょっと何今度は。ロンブラか、狙われてた。ああ終わった、全滅だもの。これは抜かれるわな。スペシャルをいっぺんに合わせてくるのがうまいね。この位置無理ですよね、ロンブラ来るもんな。ロンブラが全然倒せてねえ。つか一桁、うわー、終わっちゃったのかよこれ。早くない？あー、ほんといいとこねえな。うん、ヤグラ進めてる途中で奥田に負けたのが一番の敗因だったかな。うん、なんとも言えん感じだな。はい、まあいいや。ありがとうございました。